今日は一日すごくハッピーな予感がします。はい、もしもーし。はーい。はい。あ、郵便です。あ、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございます。来ました。ブラックマジックデザイン社から。マジ嬉しい。いやー、来ましたね。これね、噂によるとこのブラックマジックポケットシネマチックス系プロですね、先日発表されたばかりなんですけれども、ND フィルター、内蔵 ND フィルターと、あとはモニターが動くってことですね。安定にはい、じゃあ早速ちょっと前置きアクセサリーは置いといて本体から。わーお、マジか。え、思った以上にちょっと大きいかもしれない。え、え、え、想像以上、想像以上。見て、思った以上にでかい。でかくね？ちょっとでかいっす。すごくないこれ。え、ちょっと 6K 持ってきてくれない？ 6K、 え、これはちょっとびっくりです。あの、思った以上にサイズが大きい。ちょっと見て、やばくない？うわ、でかい。これ思った以上に大きかったですね。多分ね、内蔵で ND フィルターがついているから、まあ、少しサイズが大きくなったっていうのと、あとはモニターですね、ここ。お、あ、なんか入ってるな。はい、このモニターが可動式なんで、ローアングル取りやすい。ね、すごいね。すげえわ。これは嬉しいわ。あー、なるほどね。外観はこんな感じですね。あ、でもやっぱ嬉しいな。最高。でですね、まあ、中に入っているもので言うと、まあ、カメラの紐とか、まあ、こういった給電コードとかあるんですけれども、印象的なのが、バッテリーが従来のものから変わったんですね。はい。え、すごい。やれた。やれた、今。はい。まあ、こんな感じでバッテリーが変わったと。で、従来のブラックマジックデザインの 6K とかはですね、じゃん、見て。バッテリーが、こっちが従来のブラックマジック 6K、こっちがプロですね。はい。こっちの方が大容量となってます。これを、すごい。だからこういうね、バッテリーが大きくなったっていう要因もあって、多分サイズが大きくなったかな、少し。つくか。あ。おー、ついた。すごいな。計11カ国。日本にしておきますね。おー。やっぱ新しいカメラっていいな。こういう開封の仕方初じゃないですか、僕。意外とね、楽しいな。カジュアルで。はい。こんな感じですね。ちょっと一回レンズつけに行きますか。EF なんでね、まあ、結構 EF のレンズ持ってることが多いんだけれども。こっち、シグマさんつけます。はい。あ、ちゃんとつけました。あー、でもこのレンズつけるとサイズ感が、見て。あー、なんか、1DX Mark II とか3を持ってたような感じが少しする。はい。で、こっちが 6K なんで、つけます。はい。じゃあ実際ちょっと、この形状を比べてみますか。はい、見てください。こう見るとね、やっぱサイズ感が全然違いますよね。この高さ。はい。で、ボタンが少し変わったところで言うと、ここ、フィルターボタンがついた。お。あ、すげえ。マジ？え、めちゃめちゃ便利。すげえ。こんなシームレスに ND フィルター。てか、これ今思ったぞ。このフィルターで画面が一回シャットされるんだよね。これなんかトランジションとかでいけんじゃないかな。確かに。ね、いけるよね。ああ、内蔵 ND フィルターこんな感じか。強い。すごいね。はい、ちょっと設定同じにしますか。はい。ちょっとね、今設定を合わせたんですよ。
50fps とアイリス 4.0 シャッタースピード ISO 全部合わせたんだけども、見ていただければ分かるんですけど、モニターが明るいんですよね。こっちの方が外がね、かなり明るい場所でも、まあ、モニタリングしやすいと、これめちゃめちゃ嬉しいな。はい。でこんな感じで今設定こんな感じなんだけれども、 ND フィルターをつけるといいね。4段階6ストップまでいけますね。これは嬉しいな。今まではこんな感じでレンズに ND フィルターをつけていたんだけれども、今回内蔵ってことなんで、わざわざ一つ一つのレンズに ND フィルターをつける必要もないし、可変、この口径を変えるものをわざわざ持ち歩かなくてもシームレスにここで変えることができると、嬉しいですね。はい。でモニターがこのような感じで、まあ、動くんで、例えばローアングル撮るときにもすごく見やすい。従来はモニターが動かなかったんでめちゃめちゃモニタリングするのは難しかったんですよ、ローアングルの時とか。こういう時では本当にローアングルでも見やすいし、むしろハイアングル上やった時にもしっかりと見えると。で、まあ、さっきもね比較でお見せしたんですけれども、これブライトネス、モニターの明るさをマックスにしてるんですよ。でこれプロと比較しても、プロじゃねえや、BMPCC6K と比較してもやっぱり明るさが全然違うから、今ここ太陽がねがっつり当たってるんですよ、そういうスタジオなので。なんでめちゃめちゃ明るいんですけれども、そこでも何も問題なくモニタリングがしやすいなっていうのは、最初に使ってみた感想ですね。じゃあここから実際外に出てちょっと ND フィルターテストしていきましょう。はい、スタジオに帰ってきましたということで、こちらブラックマジックの 6K プロのね、簡単な、まあ、機能とか、あとは実際に僕が使ってみた感想を、改めてお伝えしたいと思っております。じゃあちょっとね、簡単な機能を振り返っていきましょう。まずね、価格が283,800円ですね。センサーサイズがスーパー 35mm となっております。なので、フルサイズよりも少し小さくて、APS-C よりも大きいっていうサイズ感ですね。で次にレンズマウントが EF となっております。でキャノンユーザーとか、まあ、あとはねブラックマジックレッドさんとか、まあ、EF ユーザーの、方とかはすごく使いやすいのかなというふうに思ってます。でメモリがですね、こちらブラックマジック 6K と同じ C-FIRST そして SD を入れることができます。はい。でダイナミックレンジが13ストップで、撮影解像度が 6K の 50fps となっております。でよくね従来のカメラでいうと 4K の 60fps とかが普通だと思うんですけれども、こちら 50fps でも最終書き出しが基本的に 24fps なんで、まあ 50fps でもあんまりなんか気にならないかなっていうのは、印象としてはあります。で今回のね BMPCC6K Pro の、まあ、一番の魅力は、まあ、4ポジション ND フィルターとなっております。基本的に中にね4つの ND フィルターですね。一番最初クリア、何もない状態から2ストップ、4ストップ、6ストップがワンタッチで切り替えることができるので、とてもねシームレスな撮影が可能になります。はい。でスクリーンの明るさがですね 1500nits ですね。で僕実際に外で試してきたんですけれども、従来の 6K だと外がね明るい時ってまあモニターが見づらかったんですよね。なんですけれどもこちら 1500nits、今日天気が良かったんですけれども、そういった撮影でもすごくプレビューしやすかったし、でモニターがねこちらローアングルだったりとかハイアングルでも撮りやすい設計になっているので、まあなんかプレビューが総合してやりやすくなったのかなっていうふうには印象を受けました。でバッテリーがですね従来のものとは変わったので、まあ大容量となっております。まあそういったものが今回の 6K Pro のまあスペックですね。で皆さんね一番気になっているのは、まあ僕 6K 結構使っていたんですけれども、その 6K と 6K Pro、まあ、どういう違いがあって大川はどう思ってるんだって聞きたい方多いと思うんですね。簡潔に、まあズバリお伝えしますと、6K Pro はですね、まあ大きい、そして価格が 6K よりも、高い。でその分ね内蔵フィルターとかモニターがついているので、まあ僕がね 6K と、まあ、プロどっち買うかって言われたらもちろん、プロの方を選ぶんですけれども、やっぱり内蔵 ND フィルターにそこまで求めないとか、あとはちょっと大きくなってしまうんだとか、
あとはモニター固定、まあ動いた方がいいけれども別に慣れているからいいやっていう方は、まあ 6K とか 4K のままでいいんじゃないかなって思います。正直このプロの立ち位置としては、まあ 4K とか 6K よりももっと踏み込んだ、まあシネマ、カメラとして、まあ現場の制作だったりとか CM 制作とかに、まあ使えるためにあるのではないかなというふうに思っているので、まあ 6K とか 4K とかで満足できないという方は、このね、プロを選ぶのが良いかもしれないですね。まあ引き続き僕これでちょっとシネマティック動画とかしっかり撮ろうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日はかなりカジュアルなレビューになったんですけれども、今後とも、はい、動画お楽しみにしていただけたらと思っております。そんな感じで、皆さん、バイチャ